世田谷インフォメーション今回は一つ目安全円滑なゴミの収集作業にご協力ください二つ目明るい選挙を進める集い生島わぁ 講演会開催について3つ目世田谷美術館ボストン美術館パリジェンヌ展開催中4つ目世田谷文学館ミロコマ町子生き物たちの音が聞こえる開催についてです危険なゴミをゴミ集積所に出す場合のお願いです スプレー缶、カセットボンベ、ライターは中身を使い切ってから別の袋に入れてスプレー缶などと表示し不燃ごみとして出してください。割れたガラスや刃物などの鋭利なものは厚紙などで包んでから 他のごみとは別の袋に入れて割れ物危険などと表示をして出してくださいガラスや刃物は不燃ごみ竹串は可燃ごみとなりますごみは不適切な方法で出してしまうと 処理施設の加算や収集職員の思わぬ怪我に繋がってしまいます。安全なゴミの収集作業にご協力をお願いします。続いてガラス瓶缶をゴミとして出す場合のお願いです。油や。 食品などが付着したガラス瓶・缶は、資源として再利用ができないため、回収できません。ガラス瓶・缶は、よくすすいでから出してください。皆様のご協力をお願いします。 お問い合わせは清掃リサイクル部事業課電話54322287番ファクシミリ54323058番までどうぞ。 明るい選挙を進めるつどい生島ひろ講演会を開催します開催日は2月4日日曜日時間は午後2時から午後3時30分会場は清浄ホールですフリーアナウンサーの 生島博さんを講師にお招きし選挙の大切さを考えるキャスターとして親としてをテーマにお話しいただきます入場は無料で380名の方にご入場いただけますご興味のある方は当日 直接会場へお越しください。会場では手話通訳もあります。先着順で一時保育の利用が可能です。ご希望の方は1月24日までに世田谷コールへお申し込みください。詳しくは世田谷区の ホーームページをご覧くださいお問い合わせは、世田谷コール、電話、54323333番、ファクシミリ、54323100番までどうぞ。 現在、世田谷美術館では、ボストン美術館パリジェンヌ展を開催しています。開催期間は4月1日日曜日まで。開館時間は午前10時から午後6時。毎週月曜日と、 2月13日火曜日は休館です。ただし、2月12日休日は開館します。絵画やドレス、ポートレートなど、ボストン美術館所蔵の多彩な作品、約120点を通して、18世紀から20世紀のパリを体現する女性、 パリジェンヌたちの魅力に迫ります手話通訳付きのレクチャーやトークなどのイベントも開催します詳しくは世田谷美術館のホームページをご覧ください お問い合わせは、世田谷美術館。電話34156011番。ファクシミリ34156413番までどうぞ。 世田谷文学館で、子子「こち生き物たちのた音が聞こえる。」を開催します。開催日は1月20日土曜日から4月8日日曜日開館時間は午前10時から午後6時毎週月曜日と2月日 十三日火曜日は休館です。ただし。二月十二日休日は開館します。日本絵本賞大賞に輝いた。デビュー作。狼が飛ぶ日をはじめ。国内外の名だたる絵本賞を受賞してきた。ミロコマチコさんの大型作品を含む。絵画や立体。 代表作の絵本原画など150点以上の作品を展示します詳しくは世田谷文学館のホームページをご覧くださいお問い合わせは世田谷文学館電話 53749111番ファクシミリ53749120番までどうぞ <music>